どうも、つばやますです。今回ですけども、2020年10月版環境ティアランキングの方を発表していきたいと思います。このランキングは直近数週間の CS 結果をもとに作成しており、あくまで入賞数の多いものからピックアップしてるだけなので、つばやますの個人的な感想は一切含まれておりません。そのデッキの概要と、テンプレに近いリストと、各カードの最安値と、その合計額を一気に発表していきます。これから DM を始めたい方とか、新たにデッキを組みたい方とか、対面練習をする際なんかにも、リストの参考にしていただければ幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずランキングの全体がこんな感じ。ティア1、ラッカドラグナー、ハムカツドラグナー。ティア2ドラマーギャラクシールドアウクロカリアドネバーメアケティア3アウタンマーシャル赤白レッドゾーンアーマドグその他ティア4以下と判断したデッキは今回は割愛しています。ティア1ラッカドラグナーバトライブ陣からのループに特化したドラグナーで最速3ターンで相手の盾を全消却します。爆発力こそ少ないもののメタに圧倒的に強く最も安定したドラグナーのタイプと言えます。メインデッキが2万円以下とそこそこ安いのですが全能全能とガイハートのせいで台無し。ハムカツドラグナーラッカとは対極的に爆発力に特化したドラグナーで最速2ターンで対戦相手を破壊します。メタに若干弱いものの持ち前のパワーです全てを破壊でき精神的に最も当たりたくないドラグナーのタイプと言えます。メインデッキが5万円ともはや子供の買う値段ではなくそれゆえに安い落下に流れる人やニコロボーラスの代わりにギガンディダノスが採用されるケースもあるみたいです。ティア2ドロマーギャラクシールド各環境デッキに対して明確なメタを用意できる受けコントロールでジョースターをはじめとした多様なメタカードを採用できるのが特徴です。それゆえにメタの効かない地雷デッキに弱いという大きな弱点があります。メインデッキのみなので比較的安いですがプレイ難易度は高め。アオクロカリアドネ最速4キル安定5キルの受けも硬いドチリオループデッキで最近はゼロハンドが採用されるなどドラグナーにもさらに耐性を高めています。全能にさえ目をつむれば1万5000円程度で組める安くて強い代表。バーメア系 GR 召喚を主体とした最速4キルの受けも硬いビートダウン。バーメアといってもシータだったり赤緑だったり型がいろいろありすぎてこれといったテンプレが確立されていないのが現状です。今回は最もオーソドックスな旅路赤緑型をサンプルにしてみました。メインデッキより GR の方が値段が高いです。意味不明。ティア3アウターマーシャルやや安定感に欠けるものの最速3キルで受けも硬いループデッキ。先行3ターン目までに今後パーツが揃えば全ての相手に勝つことができます。逆に事故ると5ターン6ターンとまともに動けないこともあります。メインデッキが本ランキングで最も安く全能全能さえ持っていれば1万円そこそこで組むことも可能。赤白レッドゾーン最速3キルのカウンターも狙えるビートダウン。ドラグナーの他にフォースを使えるもう一つのデッキ。ティア1の落下ドラグナーに対してやや不利がついてしまうことから最近は若干母数が減少傾向にありティア3に次元と GR ゾーンの値段がメインデッキの倍以上。小学生涙目。青魔道具デッキの概要については以前投稿した動画の通りです。ティア1ティア2に対して5分以上の勝率が見込めることとブレこそあるものの極端な振り対面がないことからこの立ち位置になったと思われます。メインと GR を合わせても1万2000円程度と最もお安くなっており、そんなアーマドーグの全てが分かる解説記事はこの動画の概要欄から。以前が2020年10月版環境ティアランキングとなります。どうですかね、こういう動画1本情報凝縮スタイルみたいなの。小分けにして再生数をかさ増しすることも一応できるんですけど、こういう方が比較もできて需要があるのかなと思って詰め込んでみました。ちなみにマジな僕のおすすめはラッカドラグナーと青黒カリアドネと青魔道具です。にしても全能とガイハートいい加減に。この動画が参考になったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またコメント欄では皆さんの現環境に対する意見をどしどしお待ちしております。まあ、それぞれのデッキの深掘りの方もそのうちやっていこうと思いますので、まあ、こういうデッキを早く紹介してほしいとかあればぜひコメントの方でもよろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。